練馬区議会議員の佐藤力です佐藤力チャンネルをご覧いただきありがとうございますタイムリーなネタを分かりやすくお伝えしていきます今回は PCR センターについて解説いたします練馬区では5月8日光和歌第7小学校があった跡地に PCR センターを開設しました余談ですがこの光和歌第7小学校は練馬光和歌病院の東側に位置していますその隣に光和歌第4中学校がありましたが 現在、レリマヒカイカ病院を新しく建設しています移転・会員は約2年半後の令和4年10月の予定となっています移転することにより、ベッド数の数が約120床増え457床となりますまた、回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟歯科航空外科が新設されます移転することにより、区民の皆様の生活を支える地域医療の拠点として さらにパワーアップしていきますでは話を PCR センターに戻します報道でもあるように日本は海外と比べ PCR 検査の件数が少ないです実際データを見てみると5月2日のデータですが人口1000人当たりの PCR 検査の件数は日本は1.45件それに対してアメリカは20.59件フランスは11.1件と日本がいかに海外と比較し少ないかがよくわかります 政府は月に2万件の PCR 検査を目指すとしています PCR 検査の件数を増やすためには方向性は2つありますまず1つ目が1日あたりの検査件数の上限を増やすこと2つ目は検査に必要な検体の採取の件数を増やすことですまず1つ目の検査件数の上限の増加については民間の検査機関の活用や PCR 検査を自動化する機会の活用などが考えられます 二つ目の検体採取件数の上限の増加については、PCR センターの増加があります。練馬区の場合、区内で数箇所の病院で検体採取を行ってきました。そこでは病院の施設や人員の体制が整っていないことや、検査にあたっての問診などに時間がかかることなど課題があり、一人当たり約三十分ぐらい検体を採取するのに時間がかかっていました。そのため、今回、練馬区医師会の協力のもと PCR センターを設置しました。 採取方式はドライブスルー方式で車に乗ったまま検体を採取を行いますもちろん車をお持ちでない方は徒歩自転車でも大丈夫です検体採取日は週3日1日2時間程度を予定しています利用にあたっては予約が必要です検査までの流れについてですが熱や咳など風邪の症状が続いている方や感染の疑いがある方はまずはかかりつけ医や近くの診療所に相談してください その際は感染防止のためなるべく電話やオンンライン診療をご利用ください相談した医師が PCR 検査が必要と判断した場合その医師が PCR センターの予約を行います指定された日時に PCR センターで検査を採取し民間の検査機関で検査をします陽性の判定が出れば症状に応じて病院やホテルなどで治療療養を行うことになります5月14日時点の情報ですが 4日間で103の検体を採取し、12日までに結果が判明した63の検体はすべて陰性でした。一人当たりの検体採取時間は6分とこれまでと比較し圧倒的に短縮されています。5月14日からは1日の採取件数を30から40に引き上げて対応をしています。今後の課題としては1日の採取件数が40で妥当かどうか、また 設置場所は区内1カ所でいいのか車がない方への交通面でのサポートはしなくていいのかなどが挙げられます練馬区は医師会と協議をしながら検討していくとのことです PCR 検査が気軽にでき感染の有無を確認できる体制を整えることが感染拡大防止に向けて重要な一つであると考えています感染の状況に合わせた対策が講じられるようしっかりと対応してまいります 今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。